皆さん、こんにちは。よしまるでございます。ではでは、早速フォトブログをやっていきたいと思いますけど、今回はもう2016年の昔の方の写真からね、早速やりたいと思いますけど、こちらなんかさ、木に何なんですか、これ樹液みたいなものがあって、これがこの写真はね、あんまり綺麗じゃないんだけど、もっとこれを綺麗に撮ったものがあります。で、それは一昨日ぐらい撮ったんで、最新の写真としてまた別で、次ぐらいかな、でアップしたいんですけど、なんか、ほんとクリスタルみたいですごい綺麗なんですよ。で、ただ、なんかね、病気っぽいんだよね、これね。木から、これが出てきてんのかな？虫かなんかがやってんのかな、これ。これがなんだかすごい謎なんで、気になっております。で、これをまたいかに、綺麗に撮るかっていうことを写真でやってるのも結構面白いものが撮れたんで、それはまた次回でね、次回か分かんないんですけどね、次の次とか分かんないんですけど、またアップしたいと思いますので、気になる人がいたらまたチェックしてみてください。では次、こちら居酒屋さんでフグの、これ本物だよね、多分ね、剥製かなんか、なんかだと思うんですけど、なんか最初はなんか普通に、そう、マリオでプクプクみたいなの言ったよね。なんかそれっぽくて可愛かったんだけど、なんかこれ剥製本物だとしたら、なんかちょっとこういうの見ると逆にゾッとしますよね。あ、これ本当生きてたんだとかね、思っちゃったりするんですけど。まあでも面白いっちゃ面白いよね。看板にはなるっちゃなるんだけど、ちょっと、なんか目とかがさ、もう古いっていうかさ、くちばしとかさ、お腹は綺麗、まあちょっとエラとかはね、ちょっとボロボロ感はあるんですけど、目がかわいそうかなって思っちゃいますよね、こういうの見るとね。では次、これは実、何の実ですか、これは。これを毎回もう実が分かんなくて、何かがね、ただまあ1月で分かるんで、なんかね、アプリ入れたんだよ、植物アプリ、あ、写真、なんだこれ、写真を撮るとなんか分かるってやつだな。ちょっとまあ、一瞬やってみようか。なんかね、今アプリ、なんてアプリだろう。ちょっと一瞬やってみました。グリーン、なんだ。ちょっと待ってくださいね。グリーンスナップっていうアプリです。で、写真を撮ってくださいっつったんで、なんかこう写真撮ってみたら、なんか回答受付になっちゃって、なんか回答待たないといけないみたいです。ただなんか人工知能で似てるものが下に出てくれたんだけど、なんか花ばっかで、ちょっとこれじゃなかったんですよね。これはなんかこのブルーベリーっぽい紫の実がすごい綺麗だったんで撮りました。でもよく見ると、こう上の方は緑じゃないですか。だからこんな色違うんだねってね、やっぱり不思議だよね、植物って。もともとはこんな緑なんだけどさ、あっという間にファーっとこんな紫みたいに綺麗に色変わっちゃうとかね。まあなんか食べたくなるようなね、なんか質感というか、まあそんな感じで撮ってみました。では次、これも、これどこで撮ったか忘れちゃったな。でもこのふわーっとしたイエローな、ね、感じが綺麗だったんで、そんなところかな。なんか流れるようなイエローというコメントですけれどもね、すごく綺麗だったんですよね。で、こういった黄色も背景をこう黒く落としてあげると、すごく浮き出て目立つっていうね。まあ、そんな風に撮ってみるといいんではないでしょうか。では次、これはもうなんだろう、みかん。これはもうみかんって呼んでるんですけど、わかんないんだよ、もうみかんなんだか、はっさくなんだか、なんかもうオレンジなんだかさ、わかんないですけど、これはでももう、まあ、見まも何でもいいんですけど、仲良しっていうね、コメント通りに、こう、双子っていうかさ、こう、可愛いなと思ってね、こう、二つこうくっついてるのがね。あと、この葉っぱの広がり感もすごく絵になるような構図だったんで、それで撮ってみました。では次、猫ちゃんがね、自分の影を見ているみたいな。まあ、厳密に多分見てないと思うんですけどね。まあでも、面白いよね。こう、影でビニャーっとさ、猫の影が、こう出ている。なんか、ね、こんな光景が、ちょっと微笑ましかったんでね、撮ってみました。これがね、展示会には出さなかったと思います。だから次また猫ちゃん写真展やるときには、この影の、写真も、ちょっとね、なんかセリフかなんかつけて、
アップし、まあ、展示してみたら面白いかなというふうに思ってますけどね。では次。なんか左、なんだこれ、ビフィダスが出てきたぞ。これはなんだ、最近は腸内環境、腸内フローラって一時期流行ってたよね。まあ、病気とかそういうのは腸からみたいなさ。最近聞かなくなったよ、また。だからテレビのさ、ああいう医学的な、はい、なんていうのかな、ものって一時的なんだね。そう考えるとね。で、それで、腸と脳の関係は、密接ですっていう感じのなんかテレビを見たのかな。ただその時どのチャンネル回しても本当に腸内フローラってやってて、ヨーグルト流行ってたんだよね。うん。でうちはなんかね、昔からビヒダスヨーグルトなんですけど、僕が一番好きなヨーグルトはカスピ海ヨーグルトです。知ってますか？カスピ海はね、自分で作ってました。あれ作るキットも売ってるんですけど、最近はもう作らないでそのまま売ってますね。あのトルコアイスみたいにちょっと粘り気があるようなね、アイスですごく美味しいんで、よければカスピ海ヨーグルトもチェックしてみてください。では次、お猿さんのパンですね。可愛かったんで食べる前に撮りましたけど、こういうのって皆さんってどっから食べますかね。俺これどっから食べたかって忘れちゃったな。まあ普通耳からとか食べるんだけど、多分口からパクリいっちゃったかもしれないね。はい。でこうやってチョコとパイみたいな感じの、なんかパンというかそういうの好きなんでね。まあなんか甘いもの食べたい時に、今甘いもの食べたい気分なんでね、ちょっとよだれが出てきてもちゃいますけどね。では次、これもね懐かしいよね。みるみるだって、これなんかヤクルトってさ、昔ねいたよね、なんかヤクルトのおばさんって。まだたまに見ますけどね。はい。撮ってるところがあるんだよね。でも撮ってる人ってやっぱりお年寄りだね。うん。で、なんかこう、ある、なんか玄関にさ、あるんだよね。その、なんか入れるところがさ、なんか新聞受けじゃない、なんか郵便受けみたいなのね、専用のヤクルトのね。なんか見る見るって、でもこれ、ただ飲んだんですよ。でも今、2016年に2年経ってるから、ミルミルの味がどんなのか忘れちゃったわ。最近ヤクルトも全然飲んでないですね。うん。では次。あ、これもまあ鳥で、岩の上に、岩というか石の上にこう乗ってんだけど、こう乗るたんびに波紋がさ、広がってるでしょ。それが面白かったんで、ちょっと撮ってみました。そう、だからこんなちっこい鳥なんだけど、しっかりとこう、ね、水に、振動が伝わるんだなっていうところがね、なんか見てて面白かったんですよね。この鳥はなんて鳥ですか、ちなみに。これもわかんないね。ほんとこういうの知ってたらブログに書けるんですけどね。では次。あ、2月なんで冬桜ですかね。すごく綺麗だったんで。で、後ろ見ると若干これあれでしょう。多分リンゴボケを狙って撮った、はい、写真だと思います。こういうのは、まあ僕はリングボケって自然のレンズの性能でリングボケを作るんじゃなくて意図的にやるんで、もうリングボケの桜を撮りに行ったってことなんだと思います。はい。では次、まあこういう感じですね。リングボケは面白いでしょう。でこれは結構ねピントがずれてるように思うんですけど、中央の桜にはピント合ってるんですよ。で左側はちょっともう社会振動かなんかの関係でずれちゃってるんですけど、でもリングボケは後ろに光がある時に生きるんですよね。うん。暗いものじゃないなんですよ。だから、本当に光を操れるような感覚を持っていないと、結構リングボケを出すのは難しいですね。では次。こちらも、リングボケを狙ったんですけど、あんまりいい写真はなかったかな。はい。まあ、中央の一応、桜にはピント合ってるんですけど。まあ3枚今回、リングボケの桜の写真をアップしてるんだけど、個人的にはいまいちだったかな。まあただ雰囲気は面白いじゃないですか。この後ろでさ、なんか丸いのがピョ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 みたいなある。まあそれで一応アップはしましたけどね、ネタとしてね。はい。では次、これまたスイッチの写真に戻っちゃいましたけどね、これ美味しそうだね。このチョコとか甘そうだけどね、なんだろうこれ、なんか不思議だね。いやもうなんか味忘れちゃったんだけどね。いやもうめっちゃ食べたくなる。ほんとチョコレート大好きなんだよ。なんですけど、チョコレート食べすぎで尿結石になっちゃった人がいるんだよね。それ聞いて怖くなっちゃって、あんまり食べないようにしてます。まあ一日一かじりぐらいはするんですけどね。
あと僕ビターがダメなんですよね。最近のカカオ70%とかダメで、もう甘ったるいミルクチョコレートしかダメなんで、だから余計尿結石とかなるの怖いんでね、気をつけてますけど。では次、これすごい美味しいの、これ。なんか色が悪いな、これ。ちょっとホワイトバランス間違う、なんかこれなんかね、失敗しますけど、なんか緑っぽいの、これね。こういうのはフォトショーで、これまず緑と黄色が多いんですよ。だから若干青っぽくして、あの緑を、緑の、緑を低くして、赤を少し多めにしてあげるともっと美味しそうになります、色がね。はい。そこので、クッキーみたいじゃない、しっとりしてるんですよね。僕クッキーあんま好きじゃなくて、硬くてボソボソするの。丸ボーロ、なんだっけ、ミルクボーロだっけ、なんかあったよね。ああいうなんかボソボソするのあんま好きじゃないんだけど、これはあのね、層、チョコの層になっているんですよ、ちゃんと。なんかしっとりとしてね、美味しいんだよね。食べたいなぁ。では次。あ、これ知ってますか？イクミママの動物どうなって、最近さ、いろんな雑誌とかで多分取り上げられてると思うんですけど、これうち地元発祥なんですよ。で、元住吉っていうにあるの、本当はね。で、そこで、この耳はね、アーモンドかなんかだったと思います。で、カエルとか猫とかいろいろとあるんですけど、すごい可愛いドーナツで、有名なんで、よければこれチェックしてみてください。イクミママの、動物ドーナツです。イクミママで出ると思う、多分。すごいいろんな種類あるんだよね。ただね、まあ可愛いんですよ。可愛いし、ネタにこうやってブログネタっていうか、インスタ映えっていうのかな、それはすごいんですけど、味的には俺はなんか普通のもっとなんかミスドとかのドーナツの方が好きですね。はい。では次、これさ、なんか面白いんですよ。これ、八百屋さんっぽいでしょ。みかんとか野菜とか売ってるんですけど、ここコンビニなの。これデイリーヤマザキで、なんかデイリーヤマザキの前がなんかもう八百屋さんみたいになってて、すごい面白い光景だったんでね、撮ってみました。もうここは潰れちゃったんですけどね。はい。なかなかこういった、なんかいろいろやるといいよね、コンビニもね。こんな感じでね。では次で最後の写真になります。はい。これはまた、コサギなの、シロサギなのかわかんないんですけどね。ちょっと一休みっていう感じで。で、割と、まあ、もう白飛び傾向にあって、ギリギリかなーっていう感じかな、なんですけど、やっぱこういったシロサギとかってさ、まあ、先ほどの、黄色い花もそうだったんだけど、そのバックを黒くしてあげると、こう、被写体がグワッと目立つから、やっぱりその背景を味方につける撮り方って僕よく言うんですけど、そういう風にして撮ってあげると、この鳥の形がしっかりと浮いて出てくる。まあ、確かにこれもう少し露出下げてもよかったね。だから一応でも適正ではあるんだよね。だって岩とかちょうどいいじゃん、露出が。やっぱこの白すぎたっていうのは、多分ここに光が少し当たってたっていうのでね、飛んじゃったか。まああと、まあ一次センサーだからダイナミックレンジ浅かったっていうのはあるのかもしれないんですけどね。まあでもこの白飛びぐらいでも僕は全然ネタとして出しちゃいますけどね。展示会でもギリギリ、まあ許容範囲で出しちゃうこともあるかもしれないです。ということで今回はこの辺で、終わりにしたいと思います。まあ、どうですかね、最近こういったね、フォトブログを、始めてっていうか、こういった YouTube でラジオ形式としてちゃんとはね、やるのは久々なんですけど、昔はフォトラジオってやってたんですよね。今みたいにネタの写真を出してそれについて話すっていうやってたんですけど、まあ今はもう少しその Vlog、ビデオブログが今流行ってるのと同じように、写真ブログっていうことでやってみているんですけどね。まあ写真自体はまだまだたくさんあるんで、どんどん、ネタとしてやっていこうと思いますので、ね、なんか僕の撮った写真に興味を持っていただいている方とかね、なんか、あ、面白いなーとか思ってくださった方がいたら、ぜひ引き続きね、フォトブログの方をチェックしていただけるとね、すごい嬉しいです。で、その中で、写真に関する、なんかこう撮ってあげたら方がいいよとか、こういった設定と撮ってますとか、写真にも興味を持ってもらえるような情報とか、まあ、そういったものもぜひ、やっていけたらなと思いますのでね。自分もなんかスマホでもいいですよ。スマホでももっとちゃんと写真撮れるようになりたいという人がいたら、ぜひなんか参考にしてもらえるようなね、内容にもなったらいいかなというふうに思っております。ではでは、この辺で終わります。吉丸でした。さようなら。